性がたくさん活躍している企業がどのような工夫をして成功してきたか、そしてあるいは場合によったら失敗したことも分かったのではないかと思いまして、そういう経験談をお聞きしたいなというふうに思いまして今日参りました。まあ、その中で私自身が実践したいなと思ったことは、やっぱり時間ではなくてエネルギーをいかに上手にコントロールして使っていくか、それを特に自分で自信を持って、女性自身が自信を持って能力を発揮していくということを、ただ大事で、その自分自身も見ていきたいなというふうに思います。そうですね、まず今日のお話の中であったんですが、男女の性差、それから例えば年齢ですとかに関して、やっぱり私たち自身は何らかのバイアスを持っているということについては自覚をするべきだという話がありました。ですので、